筒井淳光は、大和国の戦国大名。筒井淳孫の次男、松倉正秀の父とも言われる。筒井淳慶の祖父。青年月日は、明王2年7月7日とも言われる。豪波良春坊。大英元年、兄、淳、健の後を継いで当主となり、お父子とは僕してその娘をめとった。同年3月、十大将軍。 足利義種が完了、細川高国と仲互いして、泉国を経て、淡路島に出本した後10月に、堺に上陸、畠山久信、畠山義秀がこうして、畠山種長と戦った時、順教は、落ち家重と共に、種長側に参陣義英軍を打ち破った。その後も、種長軍に属して義秀と戦った。協力元年。 柳本賢治が大和に侵攻して苦戦を強いられるが、協力3年に賢治が暗殺されたのもつかの間、天文元年に大和で一向一揆が発生、重支援をさむやお知事と協力して鎮圧に努めた。衰退した津々井氏を再興して大和に勢力を築き、都市氏など周辺の国人領主と遠石関係を結ぶなどして勢力を拡大していった。 段下府順賢と、順京は兄弟でなく、同一人物ともされる。畑鎌和弘は、亡命の一致からそれを指摘し、安田二郎も藤二雄の年齢や順京の共年から、それを打倒とする。金松誠、筒井順慶にもこの説は引き継がれている。ありがとうございます。